はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第59回でございます。で、今回のテーマは、まあ事前告知してたようにね、相談に答える回ということで、相談に答えるよ丸1というね、もう全くセンスのないネーミングでいきましょう。で、今週はですね、ダラダラジオで多分話を振った影響がすごいあったんですけど、いつも何倍だっていうぐらいにいただきました、相談を。で、その中から今回3つなんですけど、結構重複してて同じような質問が多かったので、重なってるんで何人分かちょっと数えられないんですが、本当はね、ペンネームと件名書いていただいてるんで、それをね、載っけたかったんですよ。何件の何て子にもらいましたみたいな言いたかったんですけど、重複しすぎててね、把握がしきれないということで、一応今回この3つを取り上げる感じでいきます。ね、1つ目が周りの子が塾に行き始めて焦ると。で、あとはね、効率のいい勉強方法みたいな話だったね。その辺と、で、次、偏差値50の子の、数学をこれからどうやって上げるか。で、あと英語の長文についてという感じですね。じゃあ行きましょう。長くなりそうなんでね、まず1個目いきます。で、まず前の子が塾に行き始めて焦る。これね、中3の女の子と、でもみんな中3だったんだよ。女の子多かったかな、俺でも。そんな話があって、これ去年もね、同じような質問すごいもらってたんですけど、まず、ですね、根本的に焦る必要がないっていうところをまず伝えておきたくって、これどういうことかっていうと、塾に行こうが行くまいが 成績上がるかどうかは自分次第なので、別に周りが塾に行き始めたから焦る必要はないよって、焦る気持ちすごいわかるんだけど、すげえわかるんだけど、そんなに気にしなくていいよっていうのを大前提で思っといてもらえるといいかなと思います。そう、結局別に自学、自分で家で勉強したって十分伸びるし、塾に行ってる子より伸びるし、やり方によっては全然可能だからね。なのでそんなに焦らなくて大丈夫です。で、その子もそうだし、あと他の子からも来てたのが、やっぱり受験ね、あと数ヶ月の勝負だから、効率のいい勉強方法を教えてくださいと。これ来るよね。俺この単語何回見たんだってくらいよく見ますけど、効率のいい勉強方法だよね。で、これはね、答えがないんです。効率のいい勉強方法、これどういうことかっていうと、その子によって違うから。で、もっと言うとですね、その子によって苦手なところと先にこう直して、直すじゃないな、できるようにしていかなきゃいけない単元が違うから、その子によって効率のいいっていうものが違うということをご理解ください。じゃあ、なんだよ、アドバイスねえじゃんって話になってしまうので、ちょっと使える話としては、まず自分が何が苦手かっていうのを把握すること。これは理科が苦手とかじゃないの。だったら理科のどこが苦手なのか。全部とかもダメ。どこが苦手なのかっていう。で、あとは、塾に行ってない子の話なんで、頼るのが学校の先生とか、あとはちょっと勉強のできる詳しい先輩とかがいいかと思うんですけど、自分が苦手なところが、みんなが受ける私立だったら私立の受験問題で、あとは県立やったら、都道府県立やったら、公立の問題で、出やすいところってやっぱあるじゃん、その地域によって。で、ほとんど出ないところをめっちゃ一生懸命やっていっても、ちょっと効率とか得点になりにくいじゃん。だったら、例えば自分のイメージだと二次関数とか超出るのね。二次関数、一次関数ってめっちゃ出るイメージがあるんですけど、いろんな都道府県とかでね。で、二次関数、一次関数が苦手やったら、出やすいって言われてるところを先に修復してった方が早いでしょ。それが得点になりやすいわけだから。なので、自分の苦手なところを把握する。そして、その中でも出やすいもの、優先順位が高いものからどん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 できるようにしていくっていうのが一番の効率がいい勉強方法です。で、あとは俺がよく言うのは、一回頭に入れたことを抜かない勉強方法をやるといいです。はい、ぜひぜひ。ダーダラジオ第何回だっけな、まだね、一桁の時かなんかに話したんですよ。正しい勉強法みたいな感じのタイトルで、その時にも言ったんですけど、人間忘れるものなので、基本的に。その一回入れたものをずっとインプットできる方って、それ機械でしょ？もちろんね、そういう才能がある子もいるんだけど、いるらしいんだけど、俺は知らないけどね。で、俺とかはもうどんどん忘れていくから。でも、勉強っていうのは入れたものを抜いちゃうのはもったいないんだよね。もう一回入れ直さなきゃいけないから。だから、入れたことを極力抜かないっていう工夫をする必要がある。で、その工夫の仕方として、その時にも話をしたのは、家に帰ってきてから例えば動画を2本覚えるじゃないですか。で、俺の動画を使ってくれた子だったらね、2本覚えると。そしたら、また夜に勉強しようと思った時に、新しい2本を
やる前にその夕方とか昼間にやった2本をもう一回確認するの、本当に覚えてるかどうかってぐらいに短期間に何回も何回もで確認していくの。あ、暗記してるかどうか覚えてるかどうか、まあ、やり方もそうだねっていうのをやって極力抜かないっていう工夫をしながら進んでいくといいかなとは思います。うん、まあぐらいかな、アドバイスできるとしたらです。で2つ目、次偏差値50ぐらいの子、まあこれね50とかね48あと53とかそのぐらいの子の質問が多かったので、まあ50ぐらいっていうイメージで言ってほしいんですけど、まあその辺からの数学の上げ方ですね、勉強でまあ成績を上げていきたいと、偏差値か上げていきたいと。でこれはですね、まあ50取れてる、まあ50ぐらいとしてね、50っていうのもまあ平均点じゃないですか。で偏差値50って平均点なんで、そこまで取れると基本的に基礎ができてるんです。でもこれは基本的です。そうで、例えば模試とかをやった、これ模試とかすごいチャンスなんだけど、模試で基礎問題で間違ったところを確実にまず埋めることが先だね。あの偏差値50ぐらいだと基礎がね本当に基本的にはできてるんだけど、やっぱりね穴がある、絶対に抜けてるところが。でそこを見つけられたらもう速攻でそこ埋めに行くの。計算だろうと、まあ、関数の簡単な問題、図形の簡単な問題でもね。でそこをまず埋めに行くと。であとはその模試でも問題集でも何でもいい、テストでもいいんですけど、間違った問題の中で優先順位やっぱりこれも決めなきゃいけなくって、よくね模試で間違った時に結構こう難しい問題からやり直しを始める子ってのがいます。俺よく A から D 問題って区別をするんだけど、 A が一番簡単で D がめっちゃ難しいみたいな。でやり直しをこうねたまにやらせるんだよ、目の前でやらせた時に、あれ D からやるのみたいな感じのとこって結構いたりする。そう、いやいやいや、まあ、この A の間違った A 問題からやり直そうよみたいな。だってそのもちろんね難しい問題であればあるほど配点が高いっていうことはあります。でもそのめっちゃ難しい問題が6点で簡単な A 問題が4点だとしても、いやいや4点を取る方が楽だから、勉強少なくて済むんだし。なので間違った問題をやり直す際に、これがまずどのぐらい難しいのかっていうのを確認しなきゃいけない。でそれを使うときはやっぱり塾の先生とか学校の先生とか、まあ、まあ先輩とかでもいいんですけどを頼って、自分で判断できればいいんだけどね、判断できない場合にはそうするといいです。でこれはざっくりなんでね、ちょっと使えないとことも多いんですけど、自分で判断したいときは、例えば数学でしょ、数学だったら問題集で回答を見るじゃないですか。もう回答がめっちゃ長いのは基本的に D 問題なんで、ざっくりだよ、こうじゃない時もあるんだけど、回答がシンプルで短い時、短いものかっていうのはやっぱり A 問題 B 問題が多いから、そっちからやり直しする、回答の量でね、解説の量を見て判断するっていうのもありかと思います。であとさっき1個前の話をした、自分の苦手分野が分かってるんだったらそれに優先順位をつけてそっから埋めていくとね、っていう風にやっていくことで必ず上がるよ。俺ね50ぐらい取れてる子って60までは届くと思ってるんで、努力でいくらでも。そうで60からその65とかはね、またちょっと高い壁が1個待ってるんで難しくなる時はありますけど、60ぐらいまであったらそのやり方で穴をどんどん埋めていくっていうやり方でねいけますんで、そんな感じでやってみてください。で最後、英語の長文についてですね。これはね、まあ、今週に限らずね、よく来るんだけど、長文については。長文が苦手なんですけどとか、まあ、時間が足りないとか焦るとか、いろいろあるのね、意見としては。で、これ、長文が解けない理由って、実はいろいろあるんですよ。まず、もう、根本的に読めないっていう、何書いてあるかよくわかんないっていう、方はですね、まずはもう単語を覚えましょう。単語帳を買う。単語帳、単語集、みたいな。ね、書店でいっぱい種類売ってますんで、で最初に買う単語集は量が少ない方がいいっすよ。あ、でもこの時期なんで、まあ、多くてもいいですけど、最初にこう英語克服しようと思って始めるときは薄いというか、あんま量が多くないのを全部やりきることが大事かと思います、俺はね。でまあそうすると次はある程度読めると、うん、書いてることもなんとなく分かるんだけど問題を外してしまうっていうパターンの子で、この外す問題も選択肢を外しているのか、それとも記述の方、例えばここの当てはまる英語、英単語を書きなさいみたいな、これはねまた全然レベルが違う。で
選択肢、例えば本文に合ってるものを探すだとか、そういうのを外してる場合はまだ読めてないんですよね、大事なところが。そう。で、その場合は時間かかってもいいんで、まず落ち着いてちゃんと読み取るっていう工夫を、あ、じゃない、練習をするといいと思います。でも本番ってめっちゃ急がなきゃいけないんですよ、長文。なので、あの、時間が足りないとか焦ってしまう方によく俺が練習をさせていたのは、結構ですね、これ女の子に多いかな、イメージとしては。きっちり訳そうとする子って多いんですよ。あと真面目な子、男の子でも女の子、真面目な子に多いんですけど、例えばなんか英文があるじゃないですか、うん、でもちょっとパッと思いつかないであれですけど、それを私は、いついつ、友達と一緒に公園に行きました、あ、ここにサッカーをするためにみたいな、きっちり訳す方がいらっしゃるんですが、長文っていうのは基本的にざっくり何が書いてあるかが読めればいいんですよ。だからどれだけ楽しく意訳をするかっていうのが俺の中で長文やってる時のポイントなんですけど、ある程度単語が分かるようになったら、単語部分で分かるじゃないですか。愛が私で、ハブが持っているでとか、分かるでしょ。で、単語が分かって、それをつなげて、こんなことが書いてあるんだろうな、みたいな。さっきだったら、あ、私があれか、友達とサッカーするために公園行ったのね、みたいな。そういう感じで訳すときって、きっちり訳さない。ただ、問題で、その、重要なところ、なんだろう、問題に関わってるところとかは、ちょっとじっくり読み取る必要があるときもあるけど、基本的には、スピードが必要なんで、意訳して、あ、こういうこと書いてあるな、オッケーオッケー、あ、で、あ、次はお母さんが、ああ、何、夜中昨日の夜喧嘩したのか、うん、ああ行くのダメだって、勉強しろって言ってる、はいはい、みたいな感じで、そういう風に読み取っていく、うん、で、ある程度その、まあ、読めるっていう子であれば、そのきっちり読むのを一回クリアして、まあ、読めると。で、その選択肢もね、本文内容とか一致するのが分かるようになっていれば、今度はその意訳をして読み取っていく、自分の好きなように訳していくという練習をして、速さを上げることが大事です。で、問題の中で英単語埋めなさいとか、ね、その当てはまる英単語書きなさいとか、並び替えとかいうのを外してしまう場合は、これはね、この熟語力とか、まあ、単語力も関わりますけど、またそういったところがちょっと足りないことが多いので、英単語、まあ、もうちょっと厚めのね、英単語をやったりとか、まあ、熟語集で熟語を覚えたりとかいうのをやっていくといいと思います。でも一番はね、本当に長文の問題量を練習することと、楽しく訳すっていうスタンスは俺すごく大事だよ、長文で。これね、試験なのに楽しむとか意味わかんないっすって言われたことあるんですけど、違うんだよ、試験だから楽しむんだよ。試験でうわーって、本番本当に緊張するんだよ、受験って緊張する。で、その時にうわーってなって解くのと、いやちょっと気楽に楽しもうかなみたいな感じでいける子って全然違うからね、本番できるパフォーマンスが。なので、普段から長文やるときに何書いてあるかをちょっとこう自分風に訳していこうみたいな。そう、まあ、これ崩しすぎるとね、大事なとこ落とすときがあるんだけど、でもそれはそれでまたその失敗がね、練習の本番の成功につながっていくはずなので、まあ、そんな感じでやってもらえたらと思います。はいこれアドバイスなってんのかな、わかんないですけど、ちょっとね、これっていう質問のアドバイスだったらあれなんですけど、ちょっといろんなことをこう混ぜてしまったので、ざっくりな答えになってしまいましたが、少しでもね、参考になれば嬉しいです。では、今回はハイチのダラダラジオ第59回、テーマ、相談に答えるよ、1ということでね、お送りさせてもらいました。今回も見てじゃねえや、ごめん。聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はわかんないっすけど、まあ、2を続けるのか、違うことを話すのか、まあね、ちょっとわかりませんが、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。